多田仁志シェフ、昭和4年12月10日から東京都で生まれられています。昭和25年3月に早稲田大学大学生という上島教授に入門し、海水の上島文平法先生に指示いたしました。大学卒業後に愛知道と日本の武道の歴史の研究を専門とし、後に日本武道場の師範部に防衛部署、または各界の愛知道会の設立と発展に尽力をいたしました。昭和30年にヨーロッパ6年に各国で愛知道の普及と復興を行いました。設立したイタリア愛知道は日本伝統文化が開花して、イタリア政府公認の公益法人となっております。以来の歴史で50年間、毎年春、夏、秋、ヨーロッパの地域稽古を行っております。上島織平夫先生の創始者の意義は、激動の昭和の時代を通して一切の対立と争いを超越し、人類の共生と進化向上を求める現代に生きる武道であります。また、愛知道は人間の命の力を高め、その力を積極的に高め、その力を使うと統一して使うと命の訓練を地道に見つけるのがある優れた訓練法であります。Thank you.